こんにちは、バートマンです。エレゴリです。はい、今日はですね、はい、皆さん結構お悩みの、はい、楽器店での思想についてイエーイやっていきたいと思います。ちょっと無理やりでしたけど、ちょっとやってみましょう。ちょっと、はい、はい、楽器屋さんってまあ、はい、あのどうなんですかね。まあちょっと俺はあの思想をして注目を得たいとは思ったことが今までなかったんですけども、確かに、ね、じゃあ緊張しなかったかと言われれば、はあ、緊張はするよね。そうですね、うん、特にこうギター始めたての頃とか、うん、確かになんか勝手にこいつ下手だなって思われてんじゃねえのかとか、勝手にある、ね、なんか思ったりしてましたね。あと、ね、うん、なんかその楽器店の人が、はあ、なぜか思想を したいんですけどっていうと、はあ、チューニングした後その人がそこそこ弾いててあのなぜか渡さないっていう謎の現象もあるよね。あの無駄に早弾きをされたことありますもんね、僕も。ある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 、俺もあるある。はいっていうね。そう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 、うん、なんか面白いもんで、僕らも若い頃っていうか、まあ20代前半とかで、あのバンドマンっていう格好を金髪にしてたりとか、昔金髪にしてたんですけど、バンドマンって格好をしてると、はあ、意外とそういう早弾きとかはないのよ。あのね、高校生の格好をしていくと、はあ、早弾きとかするのね。技を見せられるのね、楽器店の人のね。そう、それで二十歳とかバンドマンの格好をし始めた頃に、一回こう落ち着くのね、楽器店の人って。この人にそれをしても仕方がないと思うのかな。それでまた年を取ってきて、今度普通の格好になってくるじゃん、やっぱプロになると。そう、普通の格好になるとまた早引きをされるよね。早引き、そうですね。俺ね、まだあるのよ、最近あるのよ、謎の。あの、セイマさんも言ってた、イバニーズの楽器を、僕も楽器屋さんに行きに、あはははは、思想行った時に、もうめ、もうべらぼうに歪まされて、はいはい、もう渡す前にこう、プルルってこう引かれて、うん、あとぞっていう感じの。あそれはすごいね。チューニングだけしてくれればいいよね。いや、ほんと、楽器屋さん気をつけてくださいね、ほんとね。あの、弾いてくださいって言われない限りは、もうチューニングして渡してください。はい、というわけで、はい、ちょっと話が長くなっちゃいましたけども、はい、初心者の方が、はい、あの楽器屋さんに行ってもこう恥ずかしくないようにフレーズを何個か伝授しようじゃないですか、はい、それで、はい、あの要は一番大事なのは、はい、あのこうフレットってね、あの削れちゃうんで、あ、本質を知るために、うん、あのやるんだと思っててください。あ、そのために、使えるフレーズを6個ぐらい、やりたいと思います。はい、はい、まあ、ちょっと思想 の、はい、あのまあ、定番フレーズというか、はい、僕らだったらこう弾くかなっていうのを6つほど聞きましたけど、はい、まあ、じゃあエニゴリの方からちょっと説明してもらおうかな。とりあえずクリントンと歪みはチェックしてみたいな、うんうんうん、なんかクリントンだと、まあ、あのカッティングとかが好きだからっていうのもあって、まあ、カッティングでどんな感じなのかなとか、うん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 、っていうのもあってカッティングをしたり、一番最初はね、そうですね、はい、まあ砂の歌だよね。そうですね、鈴木しげるさんのね。ああそうですね、はい、本当もうまんまです。だからこういうのを弾くと知ってるねっていう感じが出るかな、うん、あとはもう A マイナーのペンタ使ってみたいな、こう、うん、まあちょっと、まあ、手癖っぽく、まあ、うんうん、もう単純に手癖のフレーズだったりしますけど、はい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 、はい、まあ、そういうのでこうちょっと感触とかもちょっと、うん、確かめたり、はい、あとはこうちょっと速いフレーズとかもこういけるかなっていうので、うん、弾き上がりっぽいさっきのこう、うん、
煙突に行くの早いやつ、ね、ああそうですね、うん、炊き上がってこうちょっとまあ一応芝を広く使えるしね、うん、まああの高い音も出るかどんな感じか、ね、低い音がどんな感じかっていうのも分かってくるよね。そうですね、うん、僕の方ですけど、まあ同じように指板を広く使ったフレーズでペンタトニックをバーッと弾きましたね。メジャーペンタトニックマイナーまたメジャーに戻ってマイナーっていうメジャーマイナーメジャーマイナーって上がってきました。幅広くいろんな音が出るようにと言ってが一つ一種類ね、はい、でもう一つは、まあ、カッティングの音が切れるかどうかのその切れがいいかどうか。レスポールだからちょっとねやっぱ太いよね。そうですね。このフレーズはあのこうこうやって弾いた時にねこうボーンってこうローがドンと出てくれるのが、まあ、いいギターの条件っていう、まあ、昔からなんとなくこうやって弾いてみて反応がいいギターはボンって言うんだけどこう反応が良くないギターってこうなんていうのかねこう音がこううんって飲んじゃうよみたいなボンボンって飲んじゃうような音がするのね。だからボンと出る、うん、いやそのチョッパーみたいな、はいはいはい、うん、その音が出るとまあいいギターだというような、うーんこれはねでもねあの確証はない。あ、うん、正直なんかこう先祖代々受け継がれたようなね技本当かどうか知らない。でもなんかこうやって信じてる俺は。あなるほど、はいはい、まあ正直言って何やってもいいんですよね。まあ全然そうなんですよね、うん、でもなんかやっぱりそのやっぱりちょっと心配な方は今僕らが弾いたようなやつをですねコピーしてもらって、はい、楽器店の思想なんかでしてもらえばいいんじゃないかなと思います、はいはい、というわけで、僕らがやってます、駆け込みギターラボというオンラインサロンがあります、はい、その中ではですね個人個人のお悩みを聞いたりとかですね充実したサロンになっておりますので概要欄の方に、リンク書いてあります、はい、どうぞよろしくお願いします。します。というわけで今日やりました、思想用フレーズに質問があったら、コメント欄の方でご質問ください、はいはい、というわけで参考になった方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは